ぷよぷよ童話シリーズその2、マッチ売りのシグ。ある年の瀬、雪が降りしきるひどく寒い夜、一人街角でマッチを売る子供がおりました。あら、背後からやる気なさそうに忍び寄ってくる少年が。何かご用ですか？マッチいる？いいえ、火なら間に合ってますわ。後頭部をはたけば口から火を吹く便利な知り合いがおりますもので。そうか、ごきげんよう。しかしマッチはなかなか売れません。寒い、飽きた、帰ろ。ダメですよシグ君。あ、先生、マッチを全部売るまで頑張りましょうね。なんで？なんでじゃないにゃ。ポケットにアリをパンパンに詰めて教室に入ってきたお仕置きにゃ。アリさん、みんな寒そうだったから。おかげでおやつのドーナツがアリまみれだにゃ。にゃー、アリが言ってた、ありがとうって。にやかましいにゃ。はいはいシグ君、そのドラム缶30本分のマッチを売り切るまで頑張ってね。意地悪なママ母に命じられ、マッチ売りのシグはけなげにマッチを売り続けます。マッチたくさん買え。何ですか？ほら、マッチたくさん。もしかして売っているんですか？それで売れなくて困ってるんですか？うん、そう。わかりました。大変ですね。じゃあ一箱ください。ドラム缶一本分、大サービス。その多すぎます。持ってけ。そんな、どんどん積み上げないでください。使い切れません。ごめんなさい。あ、逃げた。しかし行き交う人々の態度は冷たく、マッチは一向に売れません。シグは凍えて動かなくなった手を温めるため一本のマッチをすりました。売れないし寒い、使っちゃえ。えい。あれ、木の中になんかいる。いやあ、マッチ売りのシグ、お腹が減ったんだね。そういう時は甘い。えい。ああ、すかさずマッチを放り投げないで。何しに来たの？凍えて寒そうな君を助けに来たんだけど、なんでそんなに迷惑そうなの？帰れ、マッチ買って帰れ。マッチを投げないで。どこから湧いた？あえて言うならマッチの炎から。そうか、このマッチすごい。うん、それじゃあ改めて頑張るシグ君に甘いお菓子をあげよう。さようなら。ってためらいなくマッチの火を消すんだね。さようなら。なんか疲れた。けなげなマッチ売りのシグはマッチの炎の中に幸せな夢を見て、ついもう一本と次のマッチをすりました。寒い、マッチ使おう。えーい。呼ばれて飛び出てじゃ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 ーん。今夜も元気なゆうちゃんです。ゆうくんです。次。まあ、速攻マッチの火を消そうとしないで。幽霊いらない。うん、それならそれなら私のナイスなギャグでたくさん笑って暖かくなろう。嫌な予感。マッチを売るのはマッチたまえ。このマッチハーマッチ、マッチの値段マッチマッチ。ゆうちゃん、風が吹いてる。まだまだ足りないかな。
それでは続きを披露します。ほんとやめて。もう仕方ないな。それでは最終手段。え、幽霊になれば寒さも感じずふわふわ。それでは早速切り立った崖へ移動してもらって。さようなら。マッチの火消されちゃったよ。あれあれ、わあ、ひどい目にあった。楽しい夢もマッチが消えると消えてしまいます。かわいそうなシグはいけないと分かっていつつも次のマッチをすりました。なんか役に立つもの出ろー。えーい、やっほーシグ。あ、アミティ、こんなところで何してるの？マッチ売ってる。売れない、困った。あとどのくらい残ってるの？このくらい。うわー、こんな大量のマッチ、クジラでも使い切れないよ。アミティ助けて。助けてあげたいのは山々なんだけど、こんなに売るにはどうしたら。アミティ、あれにフレームかけて。ダメだよシグ、この量燃やしたら町が火事になっちゃうよ。ちゃんと売ろう。あ、そうだ。何？シグ、ちょっとこっちに来て。私いいこと思いついた。え？そして翌朝、けなげでかわいそうなマッチ売りのシグは、ついに。シグくんの様子を見に来たけど、大丈夫かしら。雪の中で倒れて、冷たくなっていないかしら。シャレにならんみゃ。でもみゃ、反省はしたんじゃないかにゃ。そろそろ許してあげてもいいんじゃないかにゃ。ん？なんだか騒がしいみゃ。あっちで不思議なマッチ売ってるんですって。すればなんだか楽しい夢が見られちゃうんだって。楽しみです。夢ね。ま、気になるからちょっと買ってみようかな。楽しい夢が見られるなんて一体どんな仕組みなのかしら。レムレス先輩のすごい夢たくさん見る。いらっしゃい、いらっしゃい。不思議なマッチたくさん売るぞ。こっちに2箱。3箱くださいな。にゃにゃんにゃんじゃりゃ。あらあら、にぎやかですね。こうしてマッチ売りのシグは夢のマッチを宣伝にマッチを売って大繁盛。素敵な仲間と虫と一緒に幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。よかった。よくないね。